はい、どうも、トラ吉の無課金ハオロードオリックス純正編です。今日でログインが、933日目ですね。はい。現在2022年6月28日の、22時10分なんですけども、今回ですね、ターニングポイントですね、累計帳終わりました。はい。ですね、報酬どこかな、ここですね。はい。累計全部終わりまして、今回、この一番下の S ランクタイムスリップ契約書第3弾開封したいなと思います。はい。まあ、30連しましてね、まあ、一応金子選手、ここのアカウントオリックス純正だけでやってますんでね、金子選手狙いに行ったんですけども、まあ、30連では出ませんでして、まあとりあえず累計ですね、この後開封する累計にかけて、まあそれがダメなら、ランキングも走ろうかなと思ってるんですけども、使ったエナジーはですね、58エナジー使いまして、イベントボーナスはこういう感じですね。合計 405%、まあ、ガチャで出た牧田選手、高橋選手で、この A ランクのランダムがね、中村典選手出てくれたのかな、これ非常に嬉しかったですね。一応、オリックスでね、持ってますんで、スピリッツ解放用に使えますんでね、まあ、A ランクのランダムで出てくれましたんで非常に嬉しかったですね。で、 A ランクランダムもう1枚は丸選手でした。で、金子選手2枚取って、あと、まあ、中村典選手の B ランクもね、ちょっと減突誤解しまして、ちょっとボーナスを増やして、イベントボーナス合計 405% で、まあ、58エナジーでね、終わらしました。はい。まあ、ガチャ終わってね、30連終わって、残ってたエナジーが1827やったんで、まあ、単純に計算で、まあ、42エナジー増えて終わったっていう感じですね。はい。そういう感じです。はい。それでは、契約書の方を、ね、開封するんですけども、もう欲しいのはね、この金子選手だけです。先発適正 S 球威83、制球77、スタミナ81、まあ、非常に強い選手ですし、あと、まあ、12球団編の時の、取ってた金子選手の日ハムのエキサイティングの、ね、金子選手と強んで持ってますんでね、まあ、それもありますし、原突コーチ使わずにね、極めにできて称号までつけられますんでね、もうぜひ欲しいなと思ってますんで、今回累計で来てほしいなと思ってます。はい。それでは、契約書開封するんですけども、まずはですね、まあ、一応ね、走るかもしれませんので、ゴールド契約書10枚も開封したいなと思います。はい。とりあえずゴールド契約書10枚いきますね。1枚2枚3枚4枚4枚5枚6枚7枚8枚9枚10枚ですね。はい。まあできればね、A ランクのマイカとか S ランク1枚とかね、来てくれれば嬉しいんですけどね、できればオリックスの選手来てほしいです。いきます、ゴールド契約書10枚お願いします。S ランク来い。さあ、 A ランクは来ます。 A ランク以上10枚なんでね、マイカ来てほしい。おー、 S ランク来た。よっしゃ。はい。ゴールド契約書10枚で S ランク来ます。さあ来ますよ、オリックス来い。さあどこで来るか。 S ランク来ます。んー、どこ、お、来た。 A ランクよ、今井選手、セーブですね。はい。 S ランクも来ます。どこで来るか、オリックス来い。来た来た。おお、田口選手、ヤクルトですね。はい。ヤクルトの田口選手、まあでも S ランク来ましたんでね、もう非常に嬉しいです。はい。もう1枚来い。もう1枚ないか。最後、あ、ないですね。はい。まあまあまあ、でもね、ゴールド契約書10枚で A ランク、今井選手で S ランクの田口選手来てくれましたんでね、まあ、これは非常に良かったかなと思いますね。はい。はい。いいですね、幸先いいですね。はい。それでは、一番下にありますね、これですね。はい。 S ランクタイムスリップ契約書第3弾、ターニングポイントの累計ですね。欲しいのはオリックス、オリックスですね、オリックス金子選手だけです。いきます、お願いします。金子選手来い。さあ、もう来たらここで終わり、終わりますんでね、ランキング走らなくて済みますんで、ぜひ来てほしい。金子選手来い。え、終われへん。あー、丸選手や。いやー、強いでこれ。強い選手やね。A ランクのランダムでも来ましたしね、丸選手ね。うん。まあでもオリックス純正だけでやってますんでね、ミキサーに行きます。はい。まあしゃあないですね、これはね。はい。
はい、まあ、ということでランキング、まあ、やっぱりね走ることになりますね、はい、まあ、薄々ねそうとは思ってたんですけども、まあ、これでまたね、イベントボーナスも増えまして、合計445、もうこれでね、頑張って走っていきたいなと思います。はい、丸選手の 70% も増えて、イベントボーナス 445% で、今回これですねランキング、これですね、はい、3万円以内目指して、頑張ってね1週間金子選手を目指して、必ず絶対取りたいんでね、金子選手を目指して頑張っていきたいなと思います。はい、はい、今回こんな感じですね。まあ、残念ながら、累計ではね、金子選手来てくれませんでしたけども、まあでもゴールド契約書でね、S ランクちょっと来てくれたのは非常に嬉しいなと思います。今後またね、ミキサーにも使えますしね、A ランクも来てくれましたんでね、まあ、非常に良かったかなと思います。まあ、ターニングポイント1週間、金子選手取るべく、頑張って走っていきたいなと思います。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで、見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉の無課金覇王ロード。オリックス女性編でした。